どうですか、大丈夫ですか。おはようございます。おはようございます。何とりあえず自己紹介すればいいですか。テーマのタレント、佐田アリスです。前回滝に打たれた動画すごい伸びて、あねー、びっくりしました。え、今多分30万回いってません。そうですね、37ぐらい。滝と言ったらもう佐田アリスみたいな、はい、もう一回滝行こう。え、本当に私を濡らしたい。だとしたら服装間違えましたか。白いの着てます。白いの着て、あ、なるほどね。これで行く、これで行く。いいじゃないですか。透けそう。透けるわけないだろう。日本一の滝があるわけですよ。小妙滝。小妙滝。大丈夫？見えんくないですか？やばそうやな。上の方見えなくないですか？これあれじゃ全部滝のしぶきじゃない。あちら側とこちら側すごい霧やな。すごいですね、これ。こんなんなんの？え、ね、道路の向こう側見えんくない？いや、すごい。めっちゃ怖いんやけど。すごい。みんなこれ引き返してきたパターンじゃないの？さあ、着きました。見てください、もう絶対に濡れたくない。私足大丈夫？ほんまやね、足ちょっと無防備だね。サダを濡らしたい富山の遊び場と絶対濡れたくない私。行きましょう。あ、いいですね、いいですね。周辺案内図か。はい、現在地ここですね。あ、これ今見れるハンノキ滝、右横にあるのね。徒歩30分。あ、本当や、結構歩くね。もう見えてるね。見えてるからさ。いや、あの真下にサダアリサは350m 上から落ちてきてんだよ、水。4月下旬から入れる。異常気象時ダメだ。ほら、危ないじゃん。大丈夫？昨日とか70、昨日ちょっときつかったかも。じゃ、昨日、おととい90やったで、昨日7時から一応、夏の時期6時から来れるやん。ちょっと雨降ってきたら結構怖いな。あと基本坂道だから滑りそう。いや、めっちゃ雪残ってるな。照明だけの上見えんやん、雲で。さすが落差日本一で、何の音これ。すごい水の量が音やばー、すごいな。何それ、どうした、バッシャバシャじゃん。え、激しい。いや、これすごいね。こんな激しくなかったかも、前回来た時。いや、勾配すごない？振動、こんな振動があったっけ。照明滝2021ですよ。需要ないでしょ、そんな。今年の照明滝とか言って需要ないでしょ。年々削れてるから。結構ね、年配の人たち多いからね。びっしょり、びしょびしょなるよ言われて。今の人すごかったね、シャワー浴びたみたいになってましたよ。すごい、もうハンノキこっから見えんだ。すごい。標高 1000m やっても、すげえ。でも俺ハンノキ初めて見たかも。私も初めて見た。これ多分今の時期だから見れる感じですよね、きっと。この照明滝から白い雲みたいなの生まれてるわから。見てるってこと？富山県の霧は全部ここから。照明滝から出てるの？え、日本一やから。うわ、すげえ、壁もすごいな。え、こんな壁すごかったっけ。いや、結構しんどい。ここ登山口って大変やな。行こうと思ったら剣岳も、あ、室堂まで行けますね。交通費節約したい人はこっから登ってじゃあ実質無料で行きますよ、室堂まで。ね、なんか洞窟みたいなのありますしね。熊とか眠ってそう。怖い。なんか出てきそうじゃない？いや、めっちゃ行くやん。ずかずか行くやん。なんもない、虫だらけ。写真撮ってるよ、若い人は。そんな余裕ない。急に開けるからか知らないけど、え、もうだってもうすごい、もうしぶき感じません？本当は流れないとこからもう漏れちゃってる。あ、もう溢れちゃってるから。階段がもう滝になってる。本当は通行できるとこなんだよね、きっと。しぶき感じます？すごくない？うわ、すごい、水の量結構すごいな。えぐい。あー、えぐい。ここでもうこんなん。こっから通行止めってなんか微妙な。あ、見て、あそこも滝あるよ。あ、本当だ。ちっちゃい滝多分ちょこちょこってあるんですよね。誰かが歌読んでる、歌。佐伯静香。なんかすごいですね、光が当たるとちょっと神秘的や、ほんまに。ほら、下界を見下ろせるってこういうことでしょ。わあ、溢れてるよね。すごくないこれ。冷た。ちっちゃい滝行できる。なんかボトルとか持ってきて汲んじゃダメなんかな。雪解け水でしょ。飲めるから。ここに看板あるんや。ちょっと何書いてるか全然わかんない。この橋なんでこんなボコボコになる、よくわからへん。いや、絶対水流れてきたんでしょ。すごいなぁ。で、こっちに流れてってるわけね。こんなに離れてるのに、だって照明滝の姿はまだ見えないけど、水しぶきがやばい。これ映るの？どうなの？すごいね。いや、すれ違う人たちがマジびちょびちょなんだけど、みんな。今の人とか風邪ひかないんかな。おー、雪すごい。すごい雪。なんか、不安。いや、この映像めっちゃ不安じゃない？これ見るのめっちゃ不安じゃない？何が起きてるのあれ。本当に水しぶきたちが霧になってるもんね。本当や、ここ横もすごいな。こんなすごい水しぶきあんの？前日大雨やったからな。めっちゃ怖いんやけど。すごい、ちょっと待って、めっちゃ怖い。こっからやばい、こっから細かい雨降ってきとるみたい。あ、急にすごい。お願いします。うわー、すごい。うわ、待って、すごい。めっちゃ濡れるやん。濡れる。風もすごい。すごい。
しゃ。風もすごくて。びしゃびしゃ。息できないから、ちょっと一旦避難。どうします？どんぐらい打たれますじゃあ。びしゃびしゃやけどさ。もうすでにこんなにびしょびしょなのに。すごい顔もマジでびしゃびしゃ。すごいね。冬多くなるとこんなになるんですね。大雨の時。大雨。あそこすごくない？水の勢い。じゃすごい。やばしね。何が起きてんのあそこすごい。あれやばい。じゃあ僕こここうやっとくんでちょっと。なんで10分だけ。10分くらい。いってきます。コロナ収束願ってよ。世界中のコロナが収束しますように。どうですか、大丈夫ですか。カッパ着てるから本当に顔だけ濡れてるわ。あーもうなんか雨降ってるみたい。滝に打たれながらお茶できますね。好きなんですよ、好きなんですよ。でもなんか清々しい気分に。なんだろうね、やっぱ神聖なところにいるからかしら。あ、でもちゃんとこっからだったらちゃんと見れるね。こんな荒々しかったっけ、醤油滝って。全然こんな清々しくないね、今ね、ちょっとね。上に写真スポットがあるわけ。こんな時に何を撮るんよ。こっちだって。やば。荒れてんね。やばいやばいやばい。荒れてるわ、すごいな。やばい、めっちゃ濡れるやん。滝行してるみたいに見える、むしろ。そう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 。あ、見える、滝行してる。滝行してるように見える。滝行してるように見えるのか、この服が。立山の霧ができる場所やん。すごいな。見て、正明滝ノーゲス。びちゃびちゃや。びっちょびちょやん。帰ろう帰ろう。すごいね。豪雨やん。虹見えないかな。あー、見えるかも。よく見たら出てるんかな。あ、虹。下。出てる？ほら。あ、本当や。すごい。やっぱ見る角度なんかな。下行ったら虹見えんじゃない。なんかね、見えそうな気するけど。晴れたね、急に。コロナ収束への願いが届いたんじゃないですか。うわ、滑りそうでめっちゃ怖い。マジ滑らんでくださいね。どうすかどうすかどうすか。見えとらんのかい。ダメか、見えないな。めっちゃ出そうなんに。滝行をこう経験したからさ、さっきね。だからなんかもう平気よね。なんかもう全然平気。雨の日おすすめですね。いや、雨の日でも素敵。より激しい照明滝を見ることができる。半抜きと照明滝のダブルで見れるっていうのはやっぱこの雨の日の次の日しかないから。ありがとう照明滝。ちょっと本当に神秘的。願ったからこんだけ晴れたんだもん。天気の子やん。ディズニーランドのスプラッシュマウンテンを体験した後みたいな感じ。そんな気持ちで富山市に帰れます。あんだけ濡れてもほら30分歩くから若干乾いてくるよね。下界に降りてきましたよ。あー、よかったよかった。ここなんかソフトクリームって言うんですよね。なんだっけ、ラベンダーソフトみたいなの売ってませんでしたっけ。350円ですクリアファイル。ビール飲みながら少量だけいける。ご飯屋さんやってるかと思ったらお食事は今出してないみたいですよ。展望園地、ちょうどさっき上にいた時こっから見てたら見えたかもね。こんなスポットあるんや。あー、ちょっと見える。やっぱ照明滝が削りすぎたんだろうね。なんか奥入っちゃってんもんね。ということで今回は日本一の落差の滝、照明滝でもう滝行といっても過言ではないぐらい打たれてコロナ収束を願ってきました。大雨の次の日、そして今の時期はこの半抜き滝も一緒に見れますので、ぜひこの時期だけの景色を見に来てみてください。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではありがとうございました。もう本当に照明滝から1分2分ぐらいのところですね。ちゃんとでもこんな風に見えるところも設置してありますから、皆さん来てくださいよ。みんな素通りするでしょどうせ。ここ、これ確かに悪城の滝って看板あったら結構何これってなりそうやけど。悪城の壁ね、名前がすごい。確かにここ来なくてもまあ見れるっちゃ見れる。いや、じゃあもうガンガン切りかかってんじゃん。見てこれ、はい、すごく恐ろしく砦のように人を寄せつけない壁という意味があります。あ、日本一やん。高さ 500m、 長さ 2000m、 2キロの壁ってすごくないですか。富山の男はやっぱこの壁乗り越えて一人前ってことですか。厳しい。ここでわざわざ山菜取らんくてよくない。照明だけどしぶきが霧になったやつですかこれ。これ上ついてたよ確か。ほら、あ、ここ、ここ。いや、 やっぱみんなが来てくれないからだよ。さて、立山といったら立山サンダーバードよね。ご覧ください、キリン力水でございます。これなんかこの前ツーショットやってましたよね。あ、残念、100円じゃ買えません。あ、買えるよ、何か出ますか。何かな。力水じゃないわ、この色は。じゃん、オレンジソーダー。本日のお昼ご飯はこちらでございます。サンドイッチですね。みたらし団子とバジルウィンナーでございます。製造年月日がん
ウイメ？いや皆さんなら一度は経験したことがありますよね。甘いものとしょっぱいものってなんでか知らないけど交互に食べたくなるじゃないですか。そんなあなたにはこれがおすすめ、みたらし団子とバジルウインナーです。そういうこと。みたらし団子のみたらしは結構こうダクダクですねいただきます。はい、こびないから。うまくない？上手じゃない？食べ方。食べ方の方、何の味？みたらし団子とバジルウインナー意外といける。甘いの？しょっぱいの？一緒に。団子の食感が邪魔をするね。でもね、味は本当にいけるわ。本当に甘じょっぱい感じする。お昼ご飯食べたんだけど、なんか不思議とおやつも食べた気になれるねお得お得やん。